米倉さんは安倍さんの時に、安倍さんがなる前に大規模な異次元の金融緩和をやる時に下品だって言って、いや総理めちゃくちゃ怒って、俺にやめさせられないんですけど、あの人、いや経団連会長やめさせられないんじゃないですか。あの時だから経団連と政府がめちゃくちゃ仲悪くなった。だって安倍さん嫌いなもの3つあるっつって、この世で嫌いなもの3つあるって、 NHK と朝日新聞とその米倉めっちゃ怒ってたよ。立派なことじゃないの、 NHK や朝日新聞と並べていただける個人なんだから残りの2つは組織じゃん。まあでもあんだけ、だって総理に怒られて本当にもう経団連困ってたもんね。やっぱり安倍さんの結構根に持つところが出てる、ね、いや結構じゃ相当根に持つからね。多分真っ赤にこうやって塗りつぶされてたんだろうな。塗りつぶされちゃってたかもしれない。めっちゃ怒ってたもんね。